HP-71B の HP、イルコネクタ HP イルは、ヒューレットパッカードが1980年代初期に販売開始した短距離接続用のバスあるいはネットワークである。HP イルを用いることにより、プリンター、フロッピーディスクドライブ、磁気テープリーダー等を HP-41C、HP-71B、HP-75C、 D 等のプログラム電卓や80シリーズ HP-110 等のコンピュータに接続することが可能である。サーマルプリンタ HP-82162A、マイクロカセットドライブ HP-82161A 及び電卓 HP-41CX が接続されたインターフェースループ HP ールは、その名前が示す通り、 HP いる専用のケーブルがループを形成する。例えば HP-41C の場合、HP いるインターフェースモジュールから出たケーブルは、すべての接続されたデバイスを経由し、インターフェースモジュールに戻る。バス上のすべてのデバイスは、内蔵型あるいはケーブル型のリングインを呼び、リングアウトの2つのコネクタを持つ。HP は、1000倍の曲線があり、 d 字型の殻を持つよう設計された2ピン式コネクタを使用した。HP イルケーブルは延長するために余分のアダプタを使わずに接続可能である。インターフェースループでは媒体アクセス制御にトークンパッシングプロトコルを採用している。ループ上の各デバイスは1から順に自動的に割り当てられた最大30までの連番アドレスを受信し、 その連番アドレスによって識別される。バス上のデバイスは、コントローラーあるいは、スレーブとしての役割を行うことができる。その上、HP-71B 用、インターフェースモジュール、HP-82973A、イサインターフェースカードなどいくつかのコントローラーは、スレーブとしての役割も行うことができ、電卓による、小規模ネットワークを構成することができる。 例えば、複数の HP-71B と h p 8 2 4 0 2にエデ HP、イルアダプタを用いると、別々の場所で HP-71B が一つ目のインターフェースループを通して、各種の計測機器などを管理し、それぞれの HP-71B を二つ目のインターフェースループを通して、スーパーバイザーとなるコンピュータが管理する。 という二段階ネットワーク構造を構築することが可能である。ループ上では常に一台のトーカー、一台のリスナー及び一台のコントローラーのデバイスが存在し、他のデバイスは非アクティブである。トーカーはループに対して情報を送信するデバイスであり、リスナーはループから情報を受け取るデバイスである。コントローラーはトーカー及びリスナーを指揮するデバイスである。 電卓を元にしたシステムでは、電卓は常にアクティブなコントローラーであり、情報を送受信する際には、トーカーまたはリスナーをかげる。HP いるのデータ転送速度は、理論上は 160kbps まで出ることになっているが、実行速度は 16kbps が限界である。HP-41c, CV, CX 用 HP いるイ,インターフェースモジュール HP82160A 左から HP2225 センクジェットプリンタ HP-110 ポータブルコンピュータ HP9114 フロッピーディスクドライブマイクロカセット式時期テープドライブ HP82161A ビデオインターフェース HP82163 バイトありがとうございます